フランスの魚雷艇仏装交換、ルドゥタブル青年学派は、19世紀半ばに、フランスで提唱された、海軍戦略思想である、神仏戦争の馬航機海戦で、福建艦隊機関揚げ部に肉迫攻撃する、フランス海軍の外装水雷艇46号。チャールズ・クーウィセグが18、1885年1900年の、フランス潜水艦ノルバル1820年代に、 アンリ・ジョセフ・ペックさんは炸裂弾を発射可能な艦砲であるペックさん砲を開発したが、この強力な砲を多数の小型蒸気軍艦に搭載することにより、より大型の戦列艦を破壊できると考えた。また、アメリカ南北戦争における南軍の主略戦、アラバマの活躍は通称破壊の有効性を示すものであった。青年学派の祖とも言えるフランス海軍のクリベル、 大佐は1869年に出版した本で新兵器の開発と通商破壊が大英国の戦略として有効であると発表した。この考えはあとは青年学派の指導的立場となったテオフィル・オーブ提督に引き継がれた。オーブは戦争の目的は敵に最大限の苦痛を与えることであり敵艦隊を撃滅することは重要ではないとしたがこれは従来の考えと 全く異なるため、彼の一派は、ジュンルエコールと呼ばれることとなる。すでに水雷や外装水雷艇は実現しつつあり、また、自走式の魚雷の発明により、理論はさらに成功なものとなった。オーブ提督は1882年に、海軍の戦争とフランスの軍港と題する38ページのパンフレットを出版した。この中で彼は、新技術の開発、 例えば魚雷を用いることにより敵の海上封鎖を無効化できる。従って戦艦を作るよりも海岸線を守るために多くの水雷艇、沿岸警備艦、体当たり艦等の小艦艇を持つべきである。攻撃に関しては巡洋艦を用いた通称破壊を行うべきで、いずれの場合でも高速の艦艇が必要であると主張した。 1883年から1885年の清志フッツ戦争におけるフランス海軍の勝利は従来の海軍に対する水雷艇の可能性を実証するものと思われた。やがて青年学派は政治家やマスコミも巻き込んだ論争となっていった。1886年1月7日にオーブは海軍大臣に任命されたが、これはオーブの思想が認められたというよりは、 政治判断であった。海軍大臣となったオーブは、早速彼の思想の実現を試みた。1861年2月には、シェルブールからジブラルタル海峡を回ってトゥーロンまで水雷艇を航海させたが、全長33メートル程度の水雷艇では、外洋を航行するのは困難であった。同年5月と6月には、8隻の戦艦からなる。 攻撃側を20隻余りの水雷艇で阻止する演習が行われた。攻撃側は通論を艦砲射撃することには成功したが大半が撃沈判定を受けた。これにより大型艦に同年12月、オーブは1戦艦はすべて通論に配備し地中海ではイタリア海軍に対して攻勢に出る。2英仏海峡では主勢に徹する三大西洋において 通商破壊を実施すると戦略を変更した。フランスはまた潜水艦の開発にも熱心であった。これもまたイギリス海軍に戦艦の数で劣るところを技術開発で対抗しようとするものであった。海軍大臣就任後3ヶ月目にオーブは最初の電池推進潜水艦であるジムノートの建造を認めた。20世紀の初めまでにフランス海軍は疑いなく 実用的な潜水艦戦力を有した最初の海軍となった。19世紀末までフランス海軍はこの戦闘システムの最も強力な支持者であった。1898年のファショダ事件において青年学派に基づくフランス海軍は無力であったことから1900年には新たな戦艦の建造を含む従来型の艦隊の建設が認められた。しかし、 1902年にカミー・ユペルタンが海軍大臣に就任すると、再び青年学派は復活した。この思想が捨て去られたのは、日露戦争で戦艦の有用性が確認されたかなり、後であったが、結果として、フランス海軍は戦艦数においてドイツにも劣ることとなり、第一次世界大戦でもほとんど活躍できなかった。水雷艇の発達とともに、これに対抗して、 大型艦を守る試みも着手された。まず1880年代中盤より、水雷艇を劇場しつつ自らも敵艦に雷撃を観光しうる、高速、軽快な艦として、スペイン海軍のデストラクターを端緒とする水雷砲艦や水雷艇捕獲艦が建造された。しかしこれらは、従来の水上戦闘艦の延長戦場であったことから、戦隊構造が過重であり、 また軽量大出力の適切な機関が得られなかったことから初期の速力を達成できずその後の進化につながることはなかった。その後1890年代中盤よりイギリス海軍はハボックを端緒として水雷低駆逐艦の整備に着手した。これは水管ボイラーの発明に伴う軽量高出力機関の実用化を背景として船体構造を 機関ともに水雷艇をベースとして拡大強化するアプローチによって大型の艦型による優れた高揚性と高速力を両立させたものであり水雷艇を劇場するための即射砲と自らも敵艦に雷撃を観光するための水雷兵器を備えていたこのコンセプトは成功を収め後の駆逐艦の礎となった世界初の走行巡洋艦である フランス海軍のデュピュイド・ローム青年学派の他の構成要素は敵の通商と経済を縮小させるために一般商船を攻撃する通商破壊であり、これも英国への対抗戦術として考えられた。23ノットの速力を誇り敵海軍の先団護衛艦との近接戦闘でも戦闘能力を喪失しがたいデュピュイド・ロームのような装甲巡洋艦がこの目的のために設計され、 1888年に着工されている。青年学派は自軍の戦艦戦力が弱体である場合の対応策として19世紀の弱小海軍の発展に特に影響を与えた。大日本帝国海軍はルエミール・ベルタンの影響により青年学派に基づいて整備された艦隊で日清戦争を戦い勝利した。ダール、P113 ダール。 P 百十四ダール、P 百十四ラゲルマルタイムイレポーツミリテアデラフランスパールエムルコントレアミロルオーブシアファイルオーブベルガーレベロウルと千八百八十にただしオーブは彼の後継者とは異なり戦艦廃止論者ではなかった。彼は三段階からなる戦略を考えていた。まず魚雷によって敵の海上封鎖を破る。そこから巡洋艦が 概要に出撃する。敵は、巡洋艦を補足するために戦力を分割する、必要がある。したがって、この分断された戦力を撃破すればよい。バブ、P16 ダール、P116 ダール、P115 から116ガーディナーランウェール・ハット・ハウ、P281 ダール、P118AB 中川務1994。ありがとうございます。